人生に絶望する俺が開いたのは異世界への扉だった。見たこともない世界でどんどんレベルアップしていく俺、しかもそれが現実世界の体にも影響するなんて。ゆうやさん、王星学園に行きませんか？私なら付き合えるよ。ごめんなさい、いきなり巻き込んでしまって。こんな俺でも誰かの役に立ちたい、強くなりたいです。たとえばこの世の全部は滅ぼせる、兄弟の魔法って最後は出ないそうだろう。助けてやろう。やっぱり来てくれた。いる、よっそ。あの笑顔を守るんだ。テレビアニメ「イセレブ」4月6日より放送開始。